今日はマスのテーマということで、シューベルトのマスですね、ピアノ50奏ございます。ピアノ50奏よりというふうに書いてあるんですが、一般には歌曲マスという歌ですね、歌曲でみんな知ってるというふうに思います。同じテーマですね、この50奏は私は聞いたことがないです。歌曲の方はあります。シューベルトはオーストリアの作曲家で、1798年に生まれて、30年間ぐらいしか確か活動してないんじゃなかったか、若くて死んじゃうんです。たくさん曲を書いています。このマスのは元の詩をですね、シューバルトというちょっと名前がよく似てるんですけども、紛らわしい名前の人が書いた詩に、シューベルトが曲をつけた。詩の内容は漁師、魚を取る漁師が澄んだ水の川のマスを釣ろうとしてるんですね。でなかなか釣れない。でこんなに水が澄んでたんだったら釣れないだろうと思って見てたら、釣り竿で、水をかき混ぜて濁らせるんですね。そうすると釣れちゃった、まあマス、まあ、哀れなマスだというふうに、まあ、思って見てるという、そういう内容の詩です。釣り竿でかき混ぜたら釣れなかったのが釣れたというのは元からと思うんですけども、昔は釣り糸が手ぐすというのがナイロンじゃなかったはずで、どんな糸を使ってたのか、その糸がすごく見えるとやっぱ釣りづらいんですかね。それ、その曲にですね、木村秀明さんが独奏曲としてのアレンジを加えているわけです。では弾いてみます。今日はこれくらいしておきます。